どうもヤマトランクスです。テイルズオブベルセリア続きからやっていきたいと思います。なんとタイタニアに星稜が攻めてきております。果たしてクーマたちは無事なんでしょうか。進んでいきたいと思います。地図を見ていくと地下1階に目的地マークがついてるんで地下1階に向かっていきましょうか。こんな時でほが皆さんにお話がありまふ。なんだよ裏切り者。ごめんなさい、僕はメルキオル様のスパイだったんでほ。あなたが星稜に情報を流していたのですか。そうでほ、ごめんなさい。ああすげえとこに仕掛けたなメルキオルは。まさかマギルーのそばにスパイなんて。いや木を隠すには森の中、怪しいやつは怪しいやつのそばにってことか。マギルーの契約術の上から命令を強制する術をメルキオルがかけてたんだって。ちやってくれたな。許してくださいデフ。お前じゃないメルキオルだ。自分の舵を自分で取れないようにするのはアイゼンの流儀に反することだから。ビエンフーの意思じゃないってことは分かってるよ。でも僕が密告したせいで皆さんが危機に陥ったのは事実ゼフ。決死長にだってバレてたんだぜ。お前抜きでも星稜は俺たちの動きを掴んでたさ。で他にはどんな情報を漏らしたんだ。それはベルベットが意外といいお嫁さんになりそうなこととか。なんじゃそりゃ。アイゼンの釣り竿へのこだわりやマギル姉さんの寝言の内容、それにダイルの尻尾の再生スピードも。え、そこ。もういい、終わったことだ。だがけじめはつけねばならんな。けじめ。エレノア、疑ったことを謝る。すまなかった。アイゼン。そうでふよね。僕がまずしなくちゃならないのはそれでふよね。ごめんなさいエレノア様。はい、二人の気持ち確かに受け取りました。はい、ではスキットを見ていきましょう。タイマシたちは死ぬかもしれないって分かってカムイを使ってるのかな。はい、私も星稜にいたら同じようにカムイを使っていたかもしれません。自分の命を危険にさらすことで大勢の人を救えるならそれは断りにかなっている。でもあれほど危険なものをしかも大量に実戦投入するなんて絶対に間違っています。星稜も尻に火がついたってことだろ。だとしてもあまりにも犠牲が多すぎる。連中はそれだけクーマが大事で俺たちが邪魔だと考えてるんだろうさ。あるいは狙いが俺たちではなくカムイを使った実戦にあるとしたらどうだ。まさか実験をしているというのですか。戦いをかいくぐって折れずに残ったたちこそが名刀になる。タイマシだって似たようなもんだろ。否定できないのが悔しいです。ここを切り抜けたとしてもカムイ完成まで残された時間は多くはなさそうだな。時間がないのはカムイだけではないぞ。気づいておろうな。ベルベット、何でもいい、邪魔する奴は殺すだけよ。はい、では行きましょう。精霊の意志だけでなく姿まで奪いやがってヘドが出る。じゃが理にはかなっておる。精霊の力が目当てなら究極の術じゃろうて。お、久しぶり、ホワイトカメニー。おいら、なんでこんなタイミングで。かわいそう。ちょっと買い物していこっか。こんなとこかな。じゃあ先を急ぎます。地下1階はこの下ですかね。さあ目的地が見えてきたぞ。え、あ、いるじゃん。大丈夫だった。無事のようね。面目ない、逃げるのが精一杯だった。
もともと顔はないじゃろうが。うー、怖かった大丈夫、もうひどいことはさせませんよ。メリザが助けてくれたんだよ。ありがとう。子供を巻き込むのが許せなかっただけです。黒金、モアナたちを守って裏の港へ行って、王子とグリフォンを見つけたらバンエルティア号で脱出する。承知した。ロクロ、これを持って行ってくれ。お前がくれたオリハルコンで撃ったセイランだ。刀にできたのか。一切の欲望を捨て無心で打ち上げた。この世にこれ以上固い太刀はないはずだ。オリハルコンのセイランか。使わせてもらうぜ黒金。いい武器ゲットしましたね。スキット見ていきましょう。ついに完成したんだね、オリハルコンのセイラン。おう、この世で一番固い最高の剣だ。素人目に見てもこの剣が発する意向は尋常ではありませんね。黒金はいい仕事しまふね。真剣ゴーランとオリハルコンのセイランの一騎打ちか。これは見ものだな。最高の結果が出るか最高の結果となるか、神の溝知るといったところじゃの。神なんて関係ない。切るか切られるか決めるのはこの腕だ。かっこいい。じゃあ先行きましょう。こっちでいいのかな。さらに地下に行く感じですかね。お、王子、こんなとこにいたとは。捕まってなかったわね、王子。君たちこそよくアルトリウスの目をかいくぐれたね。アルトリウス様がここに。ああ、タイマシたちが話しているのを聞いた。アルトリウス、特攻には付き合わんぞ。クーマたちの保護が先だ。古文書の解読もあとちょっとでできるし。分かってるわよ。裏の港から脱出する。ついてきて。気をつけん、王子殿。グリフォンに遅れたら置いていかれるぞ。わかった。え、じゃあもう帰ればいいのかな。港に戻るっぽいね。じゃあ脱出しましょう。逃げるが勝ちよっていうとこですね。アルトリウスもカムイを使うのかな。わからん。聖領のトップが自戒する危険のある術を使うとは思えんが。自戒の原因が術式の不具合ならば同志様とて壊れるであろうが、タイマ氏の能力に起因するなら特等どもはカムイを使いこなしてくるやもしれんぞ。となるとアルトリウスが使うのはやっぱりカノヌシのカムイか。聖主のカムイ、できるものなんでしょうか。いくらあの方でも。あいつはやるわよ。じゃなきゃ何のために聖主を復活させたの。ですが相手は聖主。あいつは絶対にカノヌシを使いこなす。だからカムイなんてふざけた名前をつけた。相手が神様だろうと悪魔だろうと自分の意志を貫く。それが同志アルトリウスよ。ベルベット、けど関係ない。神の力を手に入れようが必ず殺す。私がこの手で。さあ港は目前。ベンウィック、やばいよ副長、敵がバンエルティア号に気づいた。敵の船が何隻かこっちに回り込んできてます。すぐに出航だ。よかったね、みんな助けられた。わ、タイマシが追ってきた。早く行くぞベルベット。逃がさんぞ最下の剣士。ベウィック、私に構わずバンエルティア号を出しなさい。バカ言うな、あんたはどうするんだよ。こいつらを叩く、さもないと狙撃される。出航しろ、こっちは何とかする。
ギリギリ逃げ切れなかったね。了解。みんな死ぬなよ。無茶言いよる。死ぬんじゃない、殺すな。まあ、この雑魚だったら全然倒せると思うんですけど、ひよった。引き寄らせるのやめてもらっていいですか。超高確率でピヨるんだけど。ちょっとずるいよ、もうピヨらせすぎ。ピヨリゲーなんだけど、マジで。ゲージがピヨルとなくなっちゃうから、おピヨらせるのマジで ずるいよ。本当に、え、なんか急に強くない、敵。オッケー。エレノアが死んでいる。起きて。そう、ゲージを回復して、オンジュームクロー。よし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 、やめて。オッケー、なんとか討伐完了。これからどうするの。表の港へ行く。清涼の船を奪うんだな。そこには清涼が本陣を置いているはず。きっとアルトリウス様がいます。もともとの狙いよ。でもカノヌシへの対抗策はまだ。特攻には付き合わんと言ったはずだ。付き合ってくれなんて頼んでない。ここに来て仲間割れすんなよ。私を利用してくれ、王子。安心してくれ、グリフォンは逃がしたよ。私を人質にすれば船を奪うことくらいはできるだろう。あんたには貸しがある。感謝なんてしないわよ。結構だ。この目にすがるしかなさそうじゃの。では表の港向かいましょうか。目的は表の港から脱出することだ。忘れるなよ。了解。千君その位置でね。改めて地図を確認しましょう。ここか。了解了解。行きます。大丈夫なのかな。人質作戦がではないの。うん、それもだけど、ベルベット全然普通じゃないよ。もともと普通じゃないがの。マギル、わしに怒っても状況は変わらんぞ。今のあやつの殺気はまるで氷じゃ。同時に手負いの獣のように余裕をなくしておる。果たしてあんな状態で無事に脱出できるかどうか。ベルベットはずっと切り抜けてきたよ。今度だってじゃといいがの。しかしどんなものにも限界はある。絶対に折れぬ刀がないように、絶対に壊れん心もない。いざという時にどうするか今のうちに算段しておいた方がいいぞよ。いざという時。ベルベット確かに様子がおかしいから、もう半分壊れてしまってるのかもしれませんね。まもなく表の港ですね。クーマたちは無事に逃げ切れたのかな。ふう、追っては振り切れたようだな。
バンエルディア号なら当然さ。まさかそんな、なんてこと。何何、船を戻して。何、はあ、無理に決まってるだろう。古文書が最後まで解読できたのよ。事実ならカノヌシはもう。なんだよ一体。誰もいない。しめた、このまま港へ抜けるぞ。逃げるのか。アルトリウス。アルトリウス様だけじゃなく、しぐれダメだよ。そうだ、ここは彼らと交渉して逃走を。殿下はお下がりを。その者の目的は私を殺すことなのです。その通りよ。引くぞ、これは罠だ。離して、なおさら助けなきゃ。そうはいかん、俺にとってもお前は切り札だ。僕は物じゃない。腹パンスタ。邪魔するならアイゼンだって倒していく。カムイじゃ私を止められないわよ。問題ない、切り札は別にある。その太刀、オリハルコンか。すげえじゃねえか、初めて見た。ああ、最高の太刀だ。素材はそうだな、だがよ。なんだ、時間だ、さらにしぐる。やぼ言うな、今日が乗ってきたとこだ。巻き込まれればお前でもただでは済まんぞ。ベルベットの相手はカノヌシがする。なに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 、え、久しぶりだねお姉ちゃん。弟、ベルベットの弟。こう来たか。そう、僕はライフセット・クラウ、そして沈めの聖主カノヌシ。どういうこと。嘘、なんでカノヌシが。やるなら覚悟を決めろ、こいつは敵だ。分かってる、こんなの前と同じ幻覚よ。全部食らってやる。重圧砕け。お姉ちゃん、そうやって今まで無理してきたんだね。黙れ、ゼロ。ラフィーの声で喋るな。食らわないんだけど。痛い痛い痛い。もういいんだよ、苦しみも痛みも僕が終わらせるから。強すぎる。この力、本物の聖主なのか。そう、この方が沈めの聖主カノヌシ様だ。でもなぜ、力は削ったはず。クーマをさらったことか。残念だがちょいと遅かったな。カノヌシ覚醒に必要なのはクーマが食らった汚れの量じゃねえんだよ。八つの質だ。鈍乱、傲慢、愛欲、逃避、利己、執着。お前たちがクーマを引き剥がす前に
すでにそのうち6つは得ていた。あとはベルベットの中にある残る2つを得れば、カノ主は完全覚醒する。心脈を通して吸い取るまでもないね。直接食べちゃおう。させるかよ。おお、オリハルコンが嘘だろ。邪魔しないでよ、弱いくせに。痛い。全部幻だ。痛いよお姉ちゃん。うるさい、黙れ。お姉ちゃんは僕を殺すの？消えろ、消えろ、消えろ。僕はずっと苦しかったんだ。体が弱いせいで迷惑ばかりかけて、やっぱりお姉ちゃんは僕が消えた方がいいって思ってた。悪夢すぎるだろこれは。でもね、僕は敵討ちなんて望んでないんだ。だってそういうエゴこそが汚れを、ゴーマを生む元凶なんだから。だから僕はアーサー兄さんを手伝って沈めるんだ、この世界の痛みを。お姉ちゃんみたいな醜い汚れをね。醜い汚れ。覚醒したカノ主は全ての業を鎮め、人を汚れを埋まる存在に変えてくれる。業を喰らわれたら俺は俺じゃなくなっちまうんだが。それをやるってことだろう、精霊から意志を奪ったように。だが痛みのない穏やかな世界が訪れる。人の意志を消すことがあなたの目的だったのですか？大魔師であるお前も感情のままに我らを裏切った。こうするしかないのだ。ゴーマのいない優しい世界を作る、それが僕の夢なんだ。安心して、この傷だってすぐ治るんだ、お姉ちゃんを食べればね。なんかやばいぞ。これは、いかん、食われるぞ。待ってよ、私はずっとあんたのためにって、なのにこうなるって。ありがとう。だからこそちゃんと償わないとね。ずっと無意味にみんなを傷つけてきたんだから。
ナイス、ライフセット。邪魔が入ったな。けど体には取り込んだ。追いかけるよ。ただ家庭だけじゃダメなんだよな。それじゃ弾みでポッキリ折れる。私に言っているなら試してみるか。いいえ、待ってやるよ。お前とカノヌシのカムイが完成するまでな。どうしアルトリウス、あなたという人は。すべては計画通りです。王都へ戻りましょう、殿下。なんだここ、地脈ってことですかね。何が起こったんでふか。地脈に食われたんじゃよ。前にも同じことがあったでふよね。前とは違う。どうやら覚醒した金主は大地を器にしておる。今や地脈はあやつの体そのもの。わしは地脈の裂け目をとっさに感じたおかげで逃げられただけじゃ。じゃあベルベットたちは。賭けはわしの勝ち、そういうことかの。その通りだ。才能だけは申し分ないのだがな。メルキオル。お主がおるということは、ここは重要な場所のようじゃの。どけ。地脈のほころびを閉じねばならん。ビエンフ、裂け目を守れ。裏切りの剣はそれでチャラにしてやる。じゃが逃げたら100台呪うぞ。ビーン、了解でこー。どうやら賭けに勝ったようでの。閉じられては賞金が回収できんのじゃ。わしに幻覚は効かんぞ。壊れたものは壊せまい。あの時はお前の心が割れた時点で術を止めた。指定の情けでな。だが今度は容赦せん。心が砂とかすまで完全にすりつぶす。マギル。これもう詰んでない？大丈夫？よかった。気がつきましたね。どうやら地脈に取り込まれたようです。エレノアは大丈夫？みんなは？私は。でも。殺す。殺す。何？殺したのに。だってあの子が、あの子のために。あのに憎い。私無意味に、よくも殺さなきゃ。死ね死ね。ずっとあんななんです。起きたのね。行くわよ。ここを出て奴らを殺す。でもカノノシはベルベットの幻覚だって言ってるでしょ。じゃなきゃ偽物、罠よ。ううん、本物だったらどうだっていうの。あの子が私を裏切ったってことでしょ。そんな奴を殺せないと思うの？なぜ、どうして。私がどれだけ殺したか散々見たあんたが。ごめんなさい。ベルベット。
なんだ？起きて、ラフィ。朝だよ。もう、ラフィって呼ぶのやめてってば。子供っぽい。いきなり文句とは、調子いいかな？ちょっとね、カノナシ！違うようです。今日はおとなしく寝てなさい。これは過去の幻。ちょうど新しい薬が届く。ほら殺せた。当たり前でしょ、慣れたものよ。さあここから出るわよ、あんたの力で。けど早くアイゼンたちを探さないと。ベルベット、早くって言ってるの。いい加減にしなさい。いい加減にするのはあいつらだ。だってそうでしょう。殺してやる、絶対に。落ち着いてください。落ち着いて出口を探すわ。それでいいんでしょう。とにかくここを出ないと。進みましょう今は。思わず見入ってしまいました。ベルベット完全に壊れてしまいましたね。スキットを見ていきましょう。大丈夫ですか、ライフセット。うん、僕は。でもベルベットはもう限界かもしれない。無理もないけれど。ライフセット、あなたは一旦私の中に避難してください。嫌だ。ですがいつまたさっきみたいに。うん、分かってる。でも僕が逃げ出したらベルベットはもっと傷ついちゃうと思う。だからせめてそばにいたいんだ。ずいぶん頼もしくなりましたね。違うよ。悔しいけど今の僕はベルベットのために何もできない。そんなことはありません。人は誰かがそばにいてくれるだけで救われる時があります。母を失った私もそうだった。エレノア、今はベルベットから目を離さないようにして3人で六郎たちを探しましょう。でも忘れないでくださいね。あなたのそばには私がいます。もちろんだよ。ありがとう。はい、というわけで今回はキリ以外ので、この辺にしておきたいと思います。また次回もご覧ください。